水野美希のシネマライフ YouTube でですよ。そんなもあり2ね、2ですよ。誘拐されたんだ。そう、それで、倉庫で見つかるんだ、うん、でその時にすごい元宏さんのこだわりの演出で、ビニールをかぶらされてる、ビニール、あーっていう絵を撮るっていう、それがね、なんかのアニメかなんかのイメージから来てる、元宏さんのアニメ、元宏さんのなんかこだわりだった、ビニールをこうかぶって、あー、なんだ、なんでしょうね、いるっていうのがもう死ぬとこだったんだから助かりましたね、うん、よかったですよ、生きてた。まあでもなんかのアニメのね、そういう影響されたって言いそう、踊る大捜査線いっぱい入ってましたもんね。その後、そうそうそう、ナレーションを私が入れた時には多分エヴァンゲリオンのナレーションの感じのね、イメージ、ね、あれエヴァンゲリオンで結構かかってたでしょ、なんだったら劇中の刑事の時とかね。確かに電話ボックスに入ってた時に拉致られたんですけど、そう、ミキさんなんで毎回そうだね雨降ってた、雨降ってた、あの時雨降ってたと思って、傘持ってたもん。ああなるほどね、雨のシーンの設定だった、設定、うん、でその拉致される瞬間も絵は撮ってない、なんか防犯カメラみたいなので。ああなるほどなるほど、そうだったか。そうですね、そうです。その時なんかありました、なんか思い出、ちょっとアクションもあるわけでしょ。ないないない、よく勝手に飛ぶと拉致られるわけですから、その瞬間は飛ばしてるんだよね。なああもう完全に飛ばしてるんですか。うん、確か後ろから、ああそうかそうか、もう拉致られてました。え、後ろから、え、飛ばされてないじゃない飛ばされてませんよ、ガッてやられてた。そうっすね、ほらで後ろに引っ張られた感じでした。そうっす、危ない危ないなぜもそう、お台場、お台場でね、ね、うん、最後有名なすみれさんが探しててエレベーターで犯人に捕まってる雪乃さんと遭遇して、その後すみれさん撃たれるじゃないですか。あ、覚えてないですか俺でも覚えてる、それ撃たれた、撃たれた、台場の誰に犯人マギーさん、マギーさんに、はい、毎回誰に犯人がいないじゃないですか、そんな、あのシーンいました、現場に撃たれたとこだ、すみれさん撃たれるシーン。だって私はもう拉致されちゃってる、そこでバッタリ会ってその時私は何してたマギーさんに連れ去られてました、あの鉄砲持った、台場でそんな凶悪事件え、完全にその時私は何してたってもう記憶してるしたのこれはね、雪乃さんの写真持ってる増田さんにドン引きしてるくだりが大好きです。これ有名なシーンじゃないですか、うん、このなんかこのエピソードというか裏話というか思い出がありますか。あ、これはなんかどんな写真を美術さんが用意してくれてるのかなと思ってちょっと楽しみに現場に見に行った記憶があります。でこんな写真立てにね、はあはあ、写真すごい優秀しい写真、うんうん、すごい恥ずかしかったなっていう、恥ずかしかった、恥ずかしかった、写真を飾られてるのまあね、や役とはいえ、はい、なんかね、まあ名作で、なんつったってあれでしょ、踊るのパート2はいまだに日本の実写映画の興行収入は1位ですから、いまだに観客動員数と興行収入多分破られてないんじゃないですか、実写映画では。すごいですよね、オリジナルで。そうそう、もう20何年いまだに1位ですから、多分この先も破られないんじゃないかって言われてますからね。だからそれまで刑事物ってもっとこういわゆるヒーローたる刑事たちを描くものが多かったけど、ああいう風にこうサラリーマン的な芸術、ね、うん、一面を描くっていうのがすごい新しかったんですよね。初日の舞台挨拶の日にもう
外に行列ができてて、うん、その当時亀山さんプロデューサーの後の富士の社長ですね、ですね、元弘さんとかみんななんかその行列見てちょっと涙ぐんでましたもん。あーね、交渉人は覚えてます。くそいます、また来週て交渉人、交渉人すごいヒットしましたもんね。覚えてます、交渉人の方が後ですから。そうですよ、どうですか交渉人は。なんか最後コンサート会場で、うん、表で私はなんか電話してんですよ。ほう、携帯電話でね、うん、はい、で真下さんが交渉するんですよ。いやそうですよ、交渉人っつってんだからそれもなんかこうアメリカ風のね、うん、交渉の仕方で。ただその交渉のシーンには私は立ち会ってない。ああ、そうか、あ当時ね、ネゴシエーターって映画が当たってね、交渉ものが流行ってたんですよ確か。そういう時代時代で流行ってるものとかのやつをちゃんと取り入れてるのも面白いですね、踊るシリーズってね。やっぱり私なんか真下さんと待ち合わせかなんかしてたのかな。ほうほうほう、クリスマスイブ、クリスマスイブですちゃんと勉強してきてくれましたからもうね、予習をね。事件でなかなか来れないからコンサート。あ、そうか、あのね、2人はそのちょっとそういう感じでしたもんね。そうですね、ね、恋人同士になってね。あれ、真下さんも刺されたよね。うわ、まあ、ドラマの最後だ。そうですね、最終回の方ね。そうですね、そうだ、穂坂直樹さんに。そう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 、コンサートホールで八千草薫さんもいたんですよ。あ、はい、なんではいの後になんでって言いました今ゆきろさんは真下さんを待ってて、千草さんはあの息子と行く予定だったんです。息子が国村純さんで。ああ、そうか、で地下鉄の事件だったんで。そうだそうだ、地下鉄の事件だ、うん、偉い人が国村純さんで。そうだ、ちょっとそこでね、結局来たの、はい、国村さんは来た国村さんは来れなかったです、長引いちゃって来れなかったんだね。真下さんも、真下さん最後、最後に駆けつける来ました、来ました、真下さん来ましたんでよろしくお願いいたします。来ました、最後、最後指輪用意してたんで。あ、そうだ、それをこう落としちゃうんだんうん、指輪ね、そうですね、落としちゃって、落としちゃう、で、あーみたいなのでおしまいってなってまあまあまあ、だいたい正解です。正解やったじゃないんですよやったじゃないんですよまあまあ、でもね、そんなこんなで20数年前の作品ですけど、またね、新しい新作が上映されるというか、すごいことじゃないですか。あの、室井さん渋くなってますね。ねえ、予告編だけ見ましたけど、室井さん農家みたいになってましたよ。そう、室井さん秋田である撮影してるけど、実際あのずいぶん前に秋田に移住してますから、ご家族で。あ、柳葉さんがね、そうですよね、お子さんできたら秋田で育てるってね。そうなんですよ、もう秋田在住で、だから秋田で撮ったのかな。まああと、まあ室井さんがそういう、まあどういう話かも僕もあんまり、だからもう室井さんは引退してるんですよね。こうなってくると青島さんはどうしてんのかなって気になりますけどね。ね、青島さんがすげえ偉かったらすごいびっくりしたんですけどね。うん、その世界線あんのかな。ね、まあでもね、一個こういうのあるとまだあるんじゃないかって思わせてくれるのがいいですね。そうですね。ね、今二十何年ですけど30年とかね。渋い室井さん、ちょっとね、だ劇場で見たいですね。今日なんかシネマライフの YouTube っぽいじゃないですか。映画紹介番組の YouTube っぽいですよ今日は。ガツンと行きましたよチャンネル登録、高評価をお願いいたします。やれることは何でもやります、だそうですまた僕だけ